事件の後連絡が取れなくなっている39歳の長女が事情を知っているとみて、今日も引き続き行方を探しています。長女の車は昨日昼過ぎ、現場から北東に10キロ以上離れた愛知県小牧市内で発見されていて、警察はこの周辺に手がかりがないか。私の大人になったなと思う時は、全国各地にハタ君のツアーやイベントにひょいひょいと
と言ってしまうこと。大人になる前は本当に箱入り娘だったので、門限6時で外泊不可でした。大人になってからというもの、畑君に会いに北は平泉から南は宮崎まで、人生観が旅で、畑君の音楽で大きく変わりました。ありがとう。ということで、
雰囲気的にというか空気的にはこうなんか幸せな感じじゃないなっていうのがあって、いろいろこう考えてたんですけど、その今回そのダブルタイトルシングルって言ってグッバイザックっていう曲と、まあ、両方両 A 面のように出したんで、はい、なんかその作詞のヒントないかなって自分なりに結構探してたんですよね。そのでアイザックの方はそのニュートンのことなので、ニュートンアイザック、はい、それはアイちゃんだって知らないで、あ、そっかそっか、ノーマの元